大戦よろしくお願いします。今回はザマゼンタ会ですね。こやつ生まれ変わりました。よろしくお願いします。なんですけど無限ダイナとかいう超絶やべえやつもいるな。無限ダイナどうすればいいんだろうなあいつな。とりあえずお相手は金殿山盛り状態なんで、こちらも妥協せず金殿ぶちかましていこうか。よし、盾の王の出番は少し待たれよ。なんとですね、あの技をついに習得したんですよ。あの技とは、まあザマゼンタ使ってた人なら誰しもが欲したあの技ですよ。もう答えみたいなもんだね。ディアルゲーチース。威嚇、まあこいつ特殊だけどさ、すごいプレッシャーを感じる。とりあえずステルスロックだね。やることやりましょうか。ランドロスが見上げている巨体だぜ。おっと、自信を嫌ったか。嬉しいね。どんどどんどど、おお、どんどど、イエーイ。役割は果たした。にしてもさ、近殿環境だと一転してランドロス君に助けが欲しくなるな。トンボ帰り、入ります。それいい火力出すね。こいつあんまり特防寄りじゃね。行きましょう、盾の王ザマゼンタ、行くぜ。圧倒的に頼れるポケモンとして帰ってきたぜ。ウェーブタックル効かね超強いぞ。よし、鉄壁積んどく？鉄壁！さあ何が出てくるよ。エタナトス、出たな。デタナトス、尖った岩が食い込む。プレッシャーを感じる。ドーン。さーて、この立ち合いは結構しんどいんだよな、正直な。でももう悠長なことやってたら向こうの方が早い可能性もあるので、もう行っちゃいましょう。ダイマックス砲も痛えしな。最大火力でぶっ放す。ボディープレスよ。そう、ボディープレスをゲットしたこいつはもはや向かうところ敵なしだといいな。世界最強ボディープレス見せてやるぜ。うるっ、最強、すっげえ入るいやビビるわビビるわ、マジかよ。まあ向こうのエタラトス君が最速じゃないのはまあまああるとして、いやでも遅くねえか。いやまあええわ。つうか、あのエタラトスに入るダメージじゃねえよ、これ決着ですこれはもう体ありですね。ゴーストテラスがない限り体ありです。あとはディアルガ君が超最速アタッカーであればですが、ほう、確かにヘイダッシャの、いやディアルガは無理。ちょっとお相手混乱しているね。残念だがもう無理だ。ヘイラッシャーなら天然で多少マシかもしれんが、ディアルガは抜群を突かれる。盾の王にひれ伏すがいい。受けきれんよ。いやーすげえよ、ザマゼンタがなんか無双してら。特別得意な相手というわけでもなさそうなんだけどね。どんどんぞ、お前の天然ならなんとかなるかと言いたいが、素のステータスで防御高えからよ、お前では打点がねえだろ。ナヌ、減らしたら切ってきた。ゴーストだったら戦局は一変するが、水、どうやらこれが最大打点らしいですが、盾の王に物理で挑むのはいかがなものか。おお、さすが耐えるね。ギリアインパクトウェーブタックルの方が火力はあるのではと思わなくもないが、残念、消えてもらうよ。ウェーブタックルを除けばギガインパクトが最大火力なのかこれ。一応まああいつほど強いポケモンなら余裕はあるのかなって。ヘイラッシャーでもギガインパクトは無理だよねってなってきたら、もういよいよケッキングしかいねえからな使い手。
たまにあります。あの水タイプの範囲とノーマルを組み合わせるっていうのはあります。あります。結構等倍範囲広いんですよ。では消えていただきましょう。はい、ありがとうございました。強い。いや、冗談抜きで強いな。盾の王は最高だぜ。皆さんもついに、そう、シールド民の皆さん、遅れて勝ち組やってきましたね。ちなみにザシアンにはタイマンで勝てますから、お楽しみに。こういう時にマッチングしねえんだろうな。対戦よろしくお願いします。ボルケニオンがいるので、ザマゼンダ出せます。行くぞ。で、次回の主役爆風はさすがにちょっと厳しいかな。にしてもメタモンで再度コピーされるのがめちゃくちゃ怖いんすけど。フェイタルしとくか。フェイタル、ザマゼンタと爆風。うん、ザマゼンタコピー読みで爆風いきます。まあ爆風はスカーフの時点でお察しだからね、型。うん、まあなんなら主役会をそっちのけで今回暴れてくれても構わないんだぜ。おそらく禁止伝説のポケモンに対してコピーでメタモンは入れてくると思う。そういう傾向あるんですよ。うわー、初手かよ。お、クソゲー始まるぞこれ。さあ、まあ向こうがスカーフだったら猫騙し安定になるわな。猫騙し、はい。ひどいことするな。トンボ。くそ、やること一緒じゃねえか。仕方ねえ、こっちもトンボだ。技見られただけっすね。散々だった。さあ、お相手の出してくるポケモンは、なんか近電環境あるあるですからね、ディット君の読み合いは。そういえばメタモンをメタモンとして見た機会ってあんまねえな。みんなディットですわ。なんでディットなんだろう。ジャパニーズさんメタモンがもうちょっと見かけてもいいんだけどね。えらく悩んでるな。まあトンボされるしな。あの間が持たないんだけど、思ったより時間かけてんな。何出しても死ぬぜきっと。通信エラーでもう試合が中断かと思ってしまうが、そろそろ30秒経つはずだぜ。来た、バルケニオン。うおー、すげえいいカラー。炎水っすよね。しかしボルケニオンにザマゼンタってまるで刺さってないのでは感が出てきたな。刺さってないのではっつうか、刺さってねえわな。はい、行きます。行くぜ。テラスタル切っちゃって一気にねじ伏せる。やけどは勘弁な。スチームバーストもあるしな。ていうかここは炎技で来るでしょ。行きます。さあ、お覚悟いただきましょう。テラスタル完全一致、ボディープレス。うおー、耐えた。やるね。オーバーヒート、効かないね。さーて、これ次メタモンにパクられる流れですね。まあいいでしょう。ここはボルケニオンをちゃんと潰しておきます。ただね、メタモンのテラスタイプがわからねえってのが厄介なところ。そうなんですよ、従来の対戦だったらここでメタモンにコピーさせて爆風で焼いちまえば何の問題もなかったんだけど、メタモンのテラスタルはメタモンが持ってるそれを参照しますので、結構めんどくさい。はい、ディットだろうね。で、コピーした上で防御上げるから手がつけらんねえ。そう、今防御2段階アップです。
この立ち合いは絶対に勝てないまである。まあ、お相手がどの技使ってくるかちょっと分かんないんで、役割がなくなりがちな大仁浦をちょっと犠牲にします。万が一爆風に噛み砕くなんかが通ったらやばいですから。ザマゼンタ側がやることないのがコピーでバレていますので、ここは仕方ねえ。ボディプレクルショーで噛み砕かれたら終わるのだ。怖っ、耐えちゃったよ。ってことはこいつずっと巨獣弾を使うのか。インファイト、オッケー。思ったより成果出してくれて何より。 S 見えたしな。よし、よう頑張った。つうか敵に回してみても分かるな、こいつの怖さ。つうか大仁浦結構ダメージ通してない？だいぶ頑張ってるやん大仁浦。縦の王が2段階上がっても結構通ってるぜ。まあ逆に言うと何にもしてなくても一撃では倒せないとも言えるんですけど、厳しい見方をするとね。噴火切ってきたか。やっぱここなんだよな。何なのあんたのテラスサル、これこれやべえな。ノーマルとは無難オブ無難な。これはきついか。分かよし、すっげえ足りた。えらいえらい、これ爆分解にした方がよくない？いやもうどう見ても縦の方が輝きまくってるからええんすけど、次回の主役はやっぱ違うね。腕ピーンになってるし、腕ピーウェーイみたいな。爆分を愚弄するな。お猿じゃん、おめえ俺より遅えだろ、焼き潰してあげよう。フンドの拳の威力は気にするな、全力でいけ。にしてもあれ削り切るのはすごいっすね。そうか、ステータス的には私の厳選済みのザマゼンタではちゃんとあるけど、体力の分少し脆いか。おお、いいダメージだね。シャドッパン耐えたし、いくぜ。残りそれだけの体力なら焼き潰せるはずだ。決めるぜの目つき。交代して再度技変えた方が良かった気はするんですよ。だけど大丈夫、ザマゼンタ君の防御力をまあご堪能あれ。なんなら爆風のここ火力もあるしね。大丈夫大丈夫、ザマゼンタ君の防御アップなしの耐久もちょっと気になる。向こうはここで何を悩む。あー交代の可能性かね。まあスカーフだったら交代してから殴りゃ、だから技を選んでる可能性はあるか。急所関係ねえからみたいな感じになったら、はい、というわけでピー、爆風ちゃんナイス。でもザマゼンタコピられた時の圧倒的な要塞感やばかったっすね。対戦よろしくお願いします。何やら物理タイプのアタッカーも多そうですし、お相手一般ポケモンばっかりですが、盾の王いっちゃいましょうか。よろしくお願いします。まあ格の違い、そう近伝としての圧倒的な存在感みたいなのを期待したいね。それ以外はまあ一面でいこうか。しかしながらアーマーガーがな、アーマーガーのためだけに爆風ありですね。よろしくお願いします。ただ水相手に爆風選出するぐらいだったらパルキア出しとけ感ある。さあどうなるかな。そういえばアメカでのウェーブタックルとかいうのありましたね、初期の初期。今だったら偉大刀でやった方が威力自体はあるのかな。ペリペリ、さあ脱出ボタンのペリッパーはそんなにいねえし、雨の時間ゆっくり稼がせてもらうぜ。猫だまし、いざ尋常に勝負。猫だまし読まれたら即交代されるが、そうでもなかった。いいダメージ、ひるんで技が出せない。さあフェイタル行こうぜ。
苦しみもがけ地獄の幕開け。はい。ブレねえな、お前も。お前もブレねえな。フェイタル。ゼッ。はい。なんかふわーっと倒しましたと思う。さあ、次のお相手はフローゼルかな。普通に考えたらやつが来る。フローゼルが来なかったらペリッパーの持ち物は多分、あ、来たな。スイスイでしょう。潔く散りましょう。余計なことはしなくていい。フェイタルしておけ。テラスタルまで切ってくれるかは微妙ですね。向こうとしては雨が切れる前に決着つけてしまいたいところですが、大ニューラに対してはな、ウェーブタックルだろう、言うて。お、自重なし、遠慮なし、全力全開来ましたね。最大火力ハチマキであることを期待します。ウェーブタックル、当然消し飛びますと。さあ、おそらく爆風が場に出る頃には雨上がってると願いたいね。行きます、盾のパルディア自慢の超火力ですよ。受け止めちゃって、不屈の盾。さあ、貫けるかな。フローゼル君、かかってきなさい。すげえ存在感だぜこれ。きれいな目してるだろ。鉄壁なんだぜこいつ。きたー、お待ちかねの超火力。うお、半分いった、やるじゃん。だけどやはり物理では抜けないのさ。にしてもやるねこいつ。フローゼルの火力は波ではないはずだが、それでいて開始の火力がちゃんとしてるところが偉いな。パーモン、ほう、お前の火力も受け止めてみせる。全力のボディープレスで締めましょう。できれば姉さんと会いたかったんだが、なかなか出会えないな。行きます。これでインファイトは当倍になり申した。まだまだ耐えるぜ物理は。マッパ、あ、全然ダメっす。それはダメです。それはもう絶対ダメです。あばいよ。ほう、助けか。再起を祈ったところで、いや待て、鉄壁。まだウェーブタックル2発目があるなこれ。そう、雨長い、これ湿ってるわ多分岩。その上で再起を祈って2回目のウェーブタックルで沈めに来るか。負け筋を確認。危ねえ、負けるところだった。パルディアのポケモンマジ油断ならねえな。怖い怖い、危ねえ危ねえ。まあフローゼルでしょう。ですがさらに硬くなっちまったらもう止められんだろうと願いたいが、ふむ、雨が上がらんな。雨消えるわ。よし、ここでいいでしょう。ボディープレス。つうかさ、もうそんなにターン経ってたんだ。おい。皆さん、ザマゼンタさんが相手を切断に追い込みましたよ。素晴らしい。対戦よろしくお願いします。ザマゼンタのおまけ試合、やっと来たね、それらしき相手が。さーて、しかしながらお相手怖えやつが多いの。なんの、大ニューラ君のフェイタロで何とかしてもらいましょうか。そこからザマゼンタのオンステージで最終試合を飾りましょう。はい、ただお相手オリジン2体か、いや、なんなら3体か。怖いね。うん。
で、あのアルセウスって色違う？すでに。あれ何タイプだ？炎か？わかりづれえな。というかさ、アルセウスくんの色がここで違うのであれば、何故ウーラオスくんは姿が変わらないんだい？ここで別に帯を締め直してるわけでもなかろう。あと掛け軸、今日から僕は一撃の流派で行くんでみたいな、そういうわけではないんだから潔くあいつもな、どっちかの看板背負ってほしいっすよね。男前らしいポケモンのやることじゃないよ。さて、主役回を除いて絶好調の大乳楽くん、今回もいいところ見せてくれよ。こいつほんと録画外では眠りとかバンバン引くから、よろしくっす。間に合わないんじゃない？フェイタルクローだけは一貫してるんでね。お相手は時間が間に合わなかったか。上から順番でもしんどいけどな。対戦よろしくお願いします。さ、初手はミュウツー。本当に間に合ってないかもね。上から3体だと思っておきましょう。もしかしたらトイレに行っているかもしれないしね。ということはギラティナがいるってことはダメじゃん。ザマゼンタきついじゃん。猫だまし。まさかこれは上から順に選んでるでしょう。余裕ムードからの騙し討ち大作戦。エスパー切ってきたよ。はえよ。強そう。エスパーテラスタロなのに強そう。つがすげえ風格あるね。フェイタル。マジ？サイコブレイ。爪はやめなさい。フュー、ソフトタッチでなかなかのダメージ。急所にも当たったけど、タスキパワーでなんとか。さあ、フェイタルしていこうぜ。いざ、フェイタル。勝てえ。毒かよ。今宵の味は毒好きでござったか。さて、フェイタル一致は120に対して、これだったらトンボだったら勝てるかもしんねえ。いくぜ。なあ、たりん。サイコブレイクは物理計算だぜ。つまり、チャンスだ。不屈の盾。サイコブレイ。いくらエスパーテラスタルのミュウツーといえど、ブレイクは効かない。これこそ盾の王よ。王の盾よ。あばよ。まだフェイタルチャンスも残っているしね。クッションにも使えます。読めねえけど。あれ？間に合ってないんじゃ。これ間に合ってたか、この野郎。騙し討ちだね。こいつ結構足速いんすよ。かといって悠長なことはしてられねえな。テラスタルは残しておくか。ボディープレス。異形の存在感すごいっすね。おお、いいダメージ。僕がひよってなかったら。おい、ちょ、買って。そういえばお前特防もそこそこ硬かったわ。波動弾なんていう威力70の、そう、鼻くそ鉄砲なんて効かねえんだよ。お下品ですわよ。にしてもなんで波動弾の威力まで下げられる必要があったんでしょうね。さすがに誰も使わない技になってるよな、あれ。なんか覚えさせてもそこまでの旨味成分がないもん。よし。もしかしたら一撃で倒せるかもしれないボディープレス。いきます。スイエ。スカーフじゃなかったら上取れるし。いくぜ。ザマちゃんのスペック、存分に味わうがいい。いくぜ。一撃あるで、これ。あ、強っ。え、一撃じゃないの？タスキかよ。タスキかよ。一撃だったわ。根源ハード。
さすがに知りますわ。でもすごいね、ザマちゃん。ボディープレス覚えることで、防御もそうだけど、攻撃面も一流になったな、改めて。というわけで、猫です。終わりは、儚きものよ、アバよ。ペチ。イエーイ。対戦ありがとうございました。いや、間に合ってたんだな。びっくりしたわ。全然メンツ違うじゃん。ギラティナとアルセウスだと思ってたのに。でも、ザマちゃん強かったね。ありがとうございました。文句なしの最終試合だった。